さあ今回も皆さんにお話を伺っていきましょう。はい、今回なんですが、まあ、前回せっちゃんから、まあ、山中のことを苦しめようとしている人が今大変なことになっているというふうに言ってたので、大変なことって何が起きているんですかと。てか前回というかちょいちょい言い始めてはいたから、そうだな、せっちゃんはねなんかいろいろ怒ってるって、メンバーシップの動画でさ、まあまあ公開されてるかわかんないけど、まあ霊感ある人、まあ生き量に疲れた経験がある人にお話を伺った時があって、メンバーシップ動画ね、そうそうそう、でその生き量とかのさ、その話聞いた時にやっぱ送ってる側に、なんか返ってくるというか良くないことが起きやすいよってその人も確か言ってたと思う。俺なんかその話をちょっと思い出したな。でもそのっていうかまあその話はちょいちょいあるもん。あるし、でも人もなんか心としてもうそうなってもらわないと、まあ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 やられた側送ったもん勝ちやん。そんな確かに、やられたらね、なんかもうただ受けてるだけになる。それはちょっとおかしい。まあちょっとそのどういうことが起きてるのかとか。何が起きてるのかちょっと具体的に聞けるだけ。まあよ、でも、まあちょっとわからないですけど、とりあえず大変なことになってるというふうに、ちょいちょいお伺いしてますので、聞いてみたいなと思いますね。はい。さあ、設定は完了しました。はい。せっちゃん、大地さん、よしこさん、おしゃべり人形ですね。まあ、今回は主にせっちゃんに大変なことになってるというのは、いうことかと。いやね、向こうがでも弱ってるんでしたら、もしかしたらちょっとなんか、なんていうの、こっちからしたら好転してったみたいな、そうかになるかもしれないけど、向こうがもうなんか疲れてきてるような、まあ、その辺教えてもらいましょうよ。そうな、はい、まあ撮影したいと思います、
うめえ、うめえ、うめえ、うめえ。これがね、ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでくださいこれ。いやこれ通りたくねえわこんなん。おい、おお、やばいやばいやばい。これはいいな。